Joey. なんだお前は。ジョイを返してもらう。なんだと？下がれ。ヤッコ様。その女はお前の知り合いか。ああ、面白い。リングに上がれ。何？もし俺に勝てたら、その女を渡してやろう。本当だな。安心しろ。俺に勝てればの話だがな。分かった。その約束、忘れるな。レディーゴー！少しは骨がありそうだな。何？面白い。行くぞ。いや、つら。まさかここまでやるとはな。もうやめろ。お前の負けだ。その言葉、この技を見てまだ言えるか。
俺の勝ちだな。ジョイは返してもらうぞ。貴様、名は？葉月リョウ。葉月、覚えておこう、その名。じゃあ、リョウ、大丈夫か？約束だ。行こう。あそこにエレベーターが40階に通じてるんだ。ジョイ、お前どうしてこんなところに来た？どうしてって、ウォンが地下水道にある金網の鍵を開けて、そこからエレベーターで。そうじゃない、一体何しに来たんだ？何しにって、あんたを助けに来たに決まってんじゃん。頼んだ覚えはない。なんだよその態度。あたいはあんたを心配してウォンと二人で。どうした？ウォンが40階連れて行かれちゃったんだ。何？ウォンが？くそ。待ってろウォン、必ず助けてやる。これは。おい、おい、レンの声だよ。聞いてんだったらさっさと返事しろ。俺だ。今どこにいる？40階だ。ジョイも一緒にいる。ジョイだと？まあいいや、俺様もすぐ40階に行く。先にシュゲンタと探しとけ。わかった。偉そうに。行くぞ、俺から離れるな。うん。ジョイ、早くウォンを探して。出ないと。ああ、分かってる。ウォン、一体どこへ？来やがったな。ウォンはどこだ？シュゲンタツは？
他人の心配をしている場合か。何？調子に乗るのもここまでだ。主元達はどこだ？屋上だ。ウォンはあの子も一緒なの？屋上か。助けに行かないと。ああ、分かってる。ジョイ。何グズグズしてんだよ。もう助けに行くんだろ。あそこから行けるはずだよ。よし、急ごう。この上か。俺は先に行く。ジョイはここでレンを待っていてくれ。え、でも言う通りにするんだ、うん、ウォンも主元達も俺が必ず助け出す。リオ、
なんだ。ウグル、こいつがどうなってもいいのか。お兄ちゃん、脇を死なせたくなかったらおとなしくしてる。離せよ、離せ。見ろ、今日からこの俺はランティエ様の部下だ。そしてこの町は全部俺様のものになるんだ。No.
ズミがちょろちょろしやがって。うおー、うわっ、そこまでと来るガキ、止まれ。ちくしょう、どうすれば。心を乱すことなく、ただ己の心にのみ意識を集中する。それが明鏡止水の境地。己の心にのみ意識を。とどめだ。諦めねえぜ。岩尾君が乱帝に。運命とはなんとむごいのだ。教えてください、乱帝はなぜ親父を。君と同じだ。え？復讐だ。復讐？乱帝は父である張孫明の敵を討ったのだ。張孫明を覚えているな。張孫明、その名は。乱帝の本当の名は張竜孫、張孫明の息子なのだ。乱帝は君の父葉月岩尾が張孫明を殺したと信じていた。嘘だ。親父がそんなことをするわけが。私もそう信じたい。だが事の真相はこの私も知らぬ。そんな。ただ張孫明が死に、彼が持っていた鏡を岩尾君が日本に持ち帰ったことは事実だ。鏡？
本命は私の親友だった。生きておれば歴史に名を残す憲法家となっていただろう。親父がこの鏡を。おお、これは間違いない。かつて張尊明が持っていたものだ。もう一枚の竜鏡はあの時乱天に。そうか。神秘くせえ話はどうでもいいんだよ。それよりもこの鏡だ。鏡、これって一体何なんだ。この鳳凰鏡と竜鏡は一対で鍵となるのだ。鍵？そうだ、新王朝復興のために隠された莫大な財宝を手に入れるための。聞いたかよ、お宝だぜ。言った通りだろ、俺様の勘に狂いはねえんだ。で、どうすりゃお宝にありつけんだ。すまぬが、明かりを消してろうそくをつけてくれぬか。見ておきたまえ。何が始まるんだ。これはこの七つの光が財宝の在処を示して。それは一体どこなんだ。これだけではわからん。なんだと。竜鏡の映し出す光と重ねることで初めて解き明かされるのだ。じゃあ鳳凰鏡だけじゃ何もわからねえってことか。一つだけ手がかりがある。ケイリンに行くことだ。ケイリンだと。張尊明と岩尾君が若かりし頃、共に修行に励んだ地がそこにある。親父がケイリンの発火さ。この鏡の原石である唐が緑石の唯一の産地だ。そこには鏡を作った者の子孫が残っている。きっと何かわかるはずだ。発火さん、乱帝もそこへ向かった。乱帝がケイリンに。んじゃないよ。本当に世話になった。ありがとう。これレンから。レンガ？コインか。両方とも表？こっちは両方とも裏。レンのやつ、またレンにやられたみたいだね。こいつは記念にもらっとくよ。それじゃあお兄ちゃん。
っちゃったね。ったく、最後まで勝手なんだから。大丈夫だよね、ジョー兄ちゃんなら。あ、きっとまた会えるよ。ケイリン、新王朝のお宝か。面白くなってきたぜ。最後の技は八極拳、八大将の一つ、炎王三天守。炎王三天守、それに献血が書かれているわ。受け取りたまえ。行くのね。はい、乱帝はケイリンに向かったと。ケイリン、これを。これは中衛、これ見てごらん。はあ、綺麗。どうしたのこれ。いいから手を出しな。
事にしな。うん。あなたには兄と同じ道を歩ませたくない。憎しみの剣を振るい、やがては己までも滅ぼす。そんな道を歩んでほしくない。俺にはあなたの兄さんの気持ちがわかる。あなたも本当はわかっているはずだ。俺は死なない。あなたの兄さんもきっとどこかで生きている。